忍さんはどうですか。結構義勇と忍は会話することが多いですけど。どう捉えたらいいんだろうな。まあなんかその相手してくれてるって感じなのかな、忍が。忍もでも義勇さんのこと好きだと思いますけどね。好きな子いじめちゃうみたいな感じなのかなと思いつつ、いやでもこれ単純にいじってるだけなんじゃねっていう風にも見える反応がね、面白いですからね多分暇つぶしにはちょうどいいみたいな。で柱の面々ってさ、みんなちょっと変じゃん。そうですね、個性的というか、個性的、すごくこう尖ってる、ただ強いだけじゃなくて、やっぱり何かこう それぞれのモチーフとなるさ、虫とか、炎と火とかさ、そういういろいろなものがあるけど、蛇とかね、なんかその色に合ったキャラクターしてるよね。そうですね、水も、まあ、義勇さんでも割と柱の皆さんの中ではどうなの、どうなんですかね、個性的、個性的ではあると思います。はい、ただまあその性というか落ち着いた感じのね、その忍がさ、ちょっといじってくるじゃん、嫌われてるんですよね。そうあの忍のいじりがなかったら、この人クールですごいシュッとしたかっこいい人ってなりがちじゃない、そうですね、だからそのなんか忍さんの言葉とかがあって、義勇さんなんかちょっとクスッと笑えるような可愛いね一面が、そういう人なんだっていう、俺は嫌われてないあ、そう思ってたんだ、ね、ああいうギャグ絵になったりとかさ、他のキャラクターがちょっとこう解説してくれるじゃないけど、別の面を、教えてくれてるから、やる側としては演技のヒントになるというか、